フィリーちゃん、こんにちは。お、ローロナさん、お久しぶりです。全然会いに来てくれないから、私のこと嫌いになっちゃったんじゃないかって。ごめんね、私もいろいろ忙しくって。あれ、フィリーさん、先生は平気なんですか？うん、ロロナさんは優しいもん、お姉ちゃんと違って。そんな、エスティさんも優しかったよ。そりゃあたまーに意地悪だったりからかわれたりもしたけど。そんなことないです、私にはずっと意地悪でしたもん。私は会ったことないからわかんないけど、一度会ってみたいかも。会わない方がいいよ、それにきっと一生会えないと思うし。え、なんでですか？だってお姉ちゃん、婿探しの旅に出たんだもん。でもお姉ちゃんと結婚したい人なんて絶対見つかりっこないし、だから一生帰ってこない。キャッ！どうかしたんですか？今、背筋がゾクゾクって。まさか、そんなはずは。あー、エスティさんの話はこれくらいにしておこうよね。そうですね、真面目に仕事しなきゃ。うん。